おいおいおい、どうなっとんじゃい。今度の昇級審査で日本剣道家ともやらないかんのかい。覚えることめっちゃあるやん。こんなんやってられるか。って、カエルくんが昨日言ってました。言ってないし、なんならみんなで言ってたし、どっちかって言ってたら止めてた方だし。百秋武道具店の動画。こんにちは、百秋武道具店のうがです。やってますか。お、今日は日本剣道方のことをお話しします。え、剣道方興味ないです。わかります。日本剣道方って旧審査や男審査の時にやる、あのちょっとね、めんどくさい、覚えないといけないやつだよね。審査が終われば一瞬で内容も忘れます。まあそれが普通です。でも今日の話はいつもの日本剣道方のやり方とか何本目の覚え方とか、そういう話はしません。ではなくて、今日は日本剣道方がどうやってできたのか、誰が何のために作ったのかということを分かりやすくお話しします。多分ほとんどの人が聞いたことないと思うし、それでもあんまり興味も湧かないかもしれません。でも実際の審査に役立つという意味では、例えば剣道方って、あの先生はああ言った、この先生はこう言ったとか、私はこう習った、でもあの人は違う風に習ったとかって、本当は良くないことなんだけど、なんか先生によってね、言ってること違う時たまにあるよね。今日それが全部なくなります。自分で何が正しいのか調べて理解できるようになります。できるだけ分かりやすく説明しますので、ぜひ聞いてください。今日の話は、実はこの間奈良でね、剣道指導者育成東西研修会（西日本）っていうのにね、参加させてもらったんです。その時にいろいろ教えてもらった中で、日本剣道方を中田裕二藩士に、教えていただいた、その内容が一部元になってます。じゃあまず、日本剣道型ってなんでできたの？難しく言うと、制定の経緯ってやつですね。剣道ってね、昔から各地域で素晴らしい先生とかね、流派とかっていうのがあったんですよね。でもそれが全部バラバラだったんです。そうやってずっと長い間やってきた。そして第一次世界大戦、1914年のちょっと前、明治44年、これは1911年になりますけど、実はね、剣道と柔道が中学校、今でいうところの高校ですね、昔は中学校は5年生だったんで、その中学校の授業になるっていうことになったんです。そこで、ああ、日本中の中学でね、授業で剣道を教えるのに、地域や流派によってバラバラじゃいかんな。全国どこでも同じ指導法いるわ。ってなって、当時の剣道界の偉い先生5人、まず5人ね、他にもいっぱいいたんだけど、5人を今でいう映画でいうとこのこうアベンジャーズみたいなね、先生方を集めたんです。それがこちらの写真の通り、根岸慎五郎、辻新平、内藤隆春、門名忠、高野佐三郎。百秋武道具店の動画のこの5人の先生方が中心となって、大正元年にどの流派にも属さない大日本帝国剣道型っていうのを作りました。よし、これで中学校の剣道の授業もバッチリだってなったわけですよね。もしかしたら YouTube でものすごい昔の剣道方のビデオをね、残ってるの見たことあるかもしれないです。全剣連が YouTube で出してる古い映像は大日本帝国剣道方で、昭和4年の頃ね、この時期のものでした。これが今の日本剣道方の元です。今でもほぼ同じことをやってます。もう100年以上も前の話です。でも実際は、なかなかね、全国指導を統一してっていうのは難しくて、大正元年に制定された後、いろんなね、説明とか写真とか、こう足りないところに足してって、昭和8年に最後に補足したやつを、今では原本って言ってます。いいですね。この原本、後から出てきますよ。で、その後名前が変わります。戦争で大日本武徳会が解散した後、昭和27年、これは1952年になりますが、ここで全日本剣道連盟ができたタイミングで、これまでの大日本帝国剣道型は日本剣道型と名前が変わりました。ちなみに剣道型は型と読みます。型とかね、日本剣道型ではありません。濁らないように発音をお願いします。
そこから時は流れて、その後30年ぐらい経って、昭和56年、私が6歳の頃です。その頃に、もう私たちにとってね、すっごくとっても助かることが起こります。こういう出来事があったんです。昭和55年から56年くらいに本当にあった話です。6段7段の全国審査で、みんな剣道型がめちゃくちゃ下手だったらしいです。その理由は、さっきの昭和8年に書かれた大日本帝国剣道型の原本ってやつが、昔の文章の書き方で漢字カタカナ混じり文でとても難しく書かれてて、どうやら6段や7段を受けるような先生方でも読めねえって言ったのが理由だそうです。読めねえってなんだ、せっかく昔の偉い先生が作ってくれたのにけしからん、それは君たちの勉強不足だよね先生。いや、こりゃ確かに読めねえわ。ですよねー。私もそう思ってました。早速優しい文章で作り直します。そして昭和56年に現在の、日本剣道型解説書ができたのです。これのことを本文って言ってます。だからさっきの昭和8年の原本と昭和56年、これのね、本文ね。この違いね。で、この黄色い表紙の日本剣道型解説書は、これね、2段に分かれてて、上の段に、分かりやすい日本語のね、本文。そして、下の段に、昔の難しい日本語のね、当時の原本。こうね、分かれて書いてるんですよ。だから、みんなは上半分読めますよ。もう読めますよ。でも、下半分はちょっと難しくてね、僕も読めないかな。さらに、この解説書って、この後半になってくるとね、剣道型を、教えるときに注意することとか審査ポイントとかね、よくある質問、こういったものが付録で載ってます。全日本剣道連盟のオンラインショップから買えるし、ちょっと見てみたいなって人は、全剣連のホームページから無料でダウンロードできます。でもね、そのダウンロードした PDF っていうのがなんか印刷ができないね、ちょっと意地悪な設定になってます。ちなみに英語版もあります。百秋武道具店の動画。そしてさらに、日本剣道型を分かりやすく説明したものが、平成15年にね、剣道講習会資料っていうのができて、今は平成24年度の第6版のものが最新です。色もね、変わるんだけど、この紫色のが最新のものです。いや、この本はね、これまたすごくてね、いろんなことが載ってんだけど、その中の剣道型のページとかちょっと見てもらうとね、左乾きがこの基本の動きです。で、右乾きに、細かい説明になってます。だからまず、この左乾きのね、この四角の中を見てもらえば、動きがよくわかるようになってます。さらに各ページそれぞれね、右と左に分かれてて、左が内立ち、右が下立ちに分かれてるんですよね。で、なんかこう番号を振ってて、その通りに、こっちも番号振ってってね、その通りにこれがね、番号つながってて連動してるんですよね。だから、あ、ここずっとやってて、ちょっとね、これを詳しく知りたいなっていう時には、こっちの右ページで同じ番号を探してもらうと詳しく読めるっていうね、すごくいい形になってます。なので、黄色い表紙のこの日本剣道型解説書と、このね、紫の表紙の剣道講習会資料、この2冊に日本剣道型のことは全て書いてあります。だから、剣道型を習う人、勉強する人、一度よかったら読んでみてください。先生から聞くより読んだ方が早いとかね、わかりやすいってこともあると思うから。ちなみにこっちのね、講習会資料の方は、全剣連のホームページから買うか、たまに講習会に参加すればね、もらえたりするんですけど、ダウンロードできるようにはなってないみたいなんですよね。これもぜひね、載っけてほしいです。みんな読めるようにしてほしいです。まあ、結論としてね、日本剣道型をやるときに、私はこう習ったっていうね、こういう指導者が一番危ないんですよ。おかしくなります。昔一度ね、剣道の講習会で先生同士がね、その解釈で揉めて喧嘩になってるの見たことあるんですよ。それも私はこう習った、俺はこう習ったっていうのが原因です。当時は分かんなかったんですけど、今思えばね、2人とも本見ろやって思います。日本剣道型っていうのは自分の経験則で教えるんじゃなくて、さっきのこの2冊、日本剣道型解説書、それと剣道講習会資料、これに書かれてる通りにやるんです。以上が、日本剣道型ができるまでのお話でした。当店の動画ではこのように小さい階段を少しずつステップアップしていけるような動画を配信しています。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。
百秋武道具店は大人向け手差し防具の専門店です。当店独自の 3D 計測を使った物見合わせが大好評。立ち姿が変わるのでたくさんのお客様が商談審査に合格されています。打ち合わせやご相談には宇賀店長が直接対応。まずは当店のホームページから無料カタログをご請求ください。